チランジアストレプトフィラチランジアストレイプトフィラはパイナップル科の植物の一つ。花穴なス属のもので、いわゆるエアープランツの中でもツボ型と呼ばれるものの代表的な種である。常緑性の多年生植物。草丈は45センチメートルに達する。植物体自体は高さ20センチメートル、株の計50センチメートル程度。葉は多数あって、 線形で表面の中央がくぼんで、深いトイ状になり、葉質は角質、表面には銀白色の大型の輪ペンを密生させている。葉の長さは 50cm、幅は2から 3cm だが、葉全体が裏面向けにカールしており、先端は細く糸状になり、互いに絡み合うようになる。幼少部は幅が 10cm ほどと広く、全体で大型の二生輪形を形成する。 花器は5月中旬から7月中旬頃までで、花は紫の筒状。花形は直立して伸び、花形にある花形方は深く瓦重ね状に重なり合い、洋状でライラック色から淡い桃色。花女は羽状で線形をしていて、長さ8から2 3トルに達し、花形の先端近くに、それが複数手のひら状に集まって複合花女を作る。 その全体では3 0トルほどになる。一時方は大きいものの、水上過剰の長さには達しない。花ずとは瓦重ね状に生じ、表面には臨片を密生し、緑色で長さ2から3センチメートル。学片は非新型か楕円型で毛がなく、長さは20から 25mm。花弁は紫色で長さ4センチメートル、おすしべは花弁から外に突き出る。 チランジア,ア族に含まれる。種庄名はねじれた花の,の意味である。メキシコ南部からホンジュラス、ジャマイカに分布し、生育地の最高標高は1200メートルである。乾燥した菓子や松の林で樹木に着生している。また、本種はアリ植物であることでも知られ、自生地では葉の基部内側の空所にアリが住み込んで巣を作る。 エアープランツの一つとして観賞用に栽培される。いわゆる壺型の人気種であり、どっしりしたニセリン系の形、刃先がカールする、姿の面白さで人気がある。また刃先の巻き込み具合は、普及種では一番人気のキセログラフィカにも似ており、葉質はそれよりやや柔らかい。またその巻き込み方は、水やりの程度でも大きく変化する。蒸気のようにあり植物であり、日本でも、 野外で栽培しているとアリが住み込むことがあるそうで、陶器に室内に持ち込む場合など、注意が必要とのこと。以下、主として、愛イ編、P337、石井井上編集代表、P2895、石井井上編集代表、P2895、石井井上編集代表、P2895 五愛ガ編、P337、石井 井上編集代表、P2895 藤川、P103 佐々木、P108 鹿島、P64 佐々木、P108。ありがとうございます。